今年になって大きな記事になりましたのは、2020年1月下旬なんですけど、ハーバード大学のですね、チャールズ・リーバー科学生物学部ってなんですね。そこの学部長さんをやってるっていうんで大変有名な方で、ナノテクノロジーの世界的対価と言われておりますけれども、この方がですね、ま、とつかまりました。で、これはどういうことかっていうと、 国際政治学者の藤井元気です。このチャンネルでは私が有料でやっておりますワールドフォーキャストを一部無料でお届けしております。最新号も無料でアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。こんにちは、藤井元気です、えー。チャイナが世界中の科学者、技術者、まあ、研究者の頭脳をですね、えー、盗もうとしている。 まあ、いわば世界中の頭脳狩りをやっているというお話をいたします。えー、これは千人計画と呼ばれてですね、2008年から発動されています。えー、今も稼働中です。で、千、えー、人計画と言いながら、まあ、類似のプログラムでですね、えー、チャイナがリクルートした人間は約7000人に及ぶと言われてますから、千人計画どころか万人計画ですね。 で、えー、これはですね、まあ世界中の優れたあ研究者あですね、最先端の科学技術、まあそして特にまあできればすぐ応用のきくようなもの、そういうことをやっている人たちのおタレントをですね、チャイナが吸収しようということですで。もちろんこれには初期はですね、えー、海外に渡って研究者になった チャイナ出身の人ということだったんですけれども、その枠を超えてですね、まあ、ヨーロッパ人でもアメリカ人でも日本人でもいいと。とにかく世界の一流の頭脳ならですね、えー、それに大量のお金をですね、出して、できればチャイナに来てもらって研究してもらう。あるいは、まあ、あ優れた研究者で、えー 地元を離れられないというような人であればそこに大量のですね、研究資金、お金を与えてですね、研究成果を吸収すると。まあそういうことをやっているわけですね。で、チャイナは、メイドインチャイナ2025という計画を、これを2015年に打ち出しました。2025年までにですね、ハイテクの10ぐらいのですね、分野でチャイナが世界のトップに立つ。 まあ、産業派遣を握るという計画です。で、これをやるためにはですね、まあ、とにかく産業スパイをやりまくったわけですよね。で、それだけじゃ足んないっていうんで、えー、この、そういった、ああ、知財ですね、知的財産権を作り出す頭脳そのものをリクルートしようという考えに来てですね、その、まあ、パテント特許、そういったも,ものを作り出す頭脳を今度チャイナが世界中で頭脳狩りをやると、 いう方向に来ているわけであります。まあもちろんこれはですね、あの合法的にオープンにして、例えば北京大学とですね、MIT が共同研究するとかですね、全部オープンにしてやるならこれ何の問題もないと。ところが、まあそういったことをやっていたんじゃ美味しいところは取れないっていうことですよね。7月7日にですね、クリストファー・レイ、レイ FBI 長官がハドソン研究所で話したと言いますが、そこで産業スパイ事件の ひどい実例について随分話したんですが、えー、例えばですね、オクラハマの石油会社から10億ドル相当の企業秘密を盗んだやつがいると。まあ、これはおそらく石油とガス、石油とかガスの埋蔵情報じゃないかと私は思うんですが、一人で10億ドル分のその価値のあるものを盗んでると。えー、そして FBI はですね、10時間に1件、チャイナ関係のスパイ事件の新たな捜査を開始していると。 言うんですね。それからあ、えー、ある事件ではですね、ワイヤレスの無線通信のテクノロジーをですね、20年もかけて開発したものを盗まれた。これも最近あったそうですが、それはスパイが捕まってユーザー変却を受けてますが、それから日本でもよくやられているのはですね、あの、基本的にそのパテントを盗んでしまうんですけれども、 パテントだけ盗んでも実はですね、物は作れないですよね。やっぱりいろんなノウハウがある。そうすると盗んでおいて、それをですね、チャイナで特許申請をすると。それでもって、実は A 社というアメリカの、まあアメリカで ABC コーポレーションがあるとすると、あるパテントがあると。いうテレコミュニケーションの。そそこに向かってですね、いや、我が社でも同じような特許を持ってますよって働きかけて、なこっちも特許があるんだから。あ あの、ということで、え50、50-50で行きましょうっていうようなことをやって、その製造で実際の工場とかをチャイナに作らして、製造技術を盗んじゃうと。実は何もないんですね。ないんだけども、そのパテント情報を、例えばその企業の人間を買収してきて、え、それでもってですね、その内部情報を盗ませてですね、え、それでもって似たようなパテントを取ったことにして、え、そして、 えー、合弁を,はを,を持ちかけてですね、えー、そこの製造技術を取ってしまうと。まあいうようなこともよくやら、あの、あるわけですから。これ日本企業もずいぶんやられてるわけですよね。もそれだけじゃ足りないというので、こう頭脳そのものをリグルートしてきちゃおうということで。 で、これでですね、まあ一番最近で今年になって大きな記事になりましたのは、1月下旬なんですけど、2020年1月下旬なんですけど、えー、ハーバード大学のですね、チャールズ・リーバーという化学と科学生物、科学、科学生物学部っていうのなんですね。そこの学部長さんをやってるっていうんで大変有名な方で、まあナノテクノロジーの世界的対価と。 え、言われておりますけれども、この方がですね、え、ま、とつかまりました。で、これはどういうことかというと、その千人計画でですね、お金をあの相当、まあ、あの、もらっていたんですね。で、え、どの程度ですね、お金をもらっていたかというとですね、かなりの額で、えっ、ー、とですね、これはあの、えー、クリストファー・レイ長官のですね、えー、 お話の中に出てくるわけでありますけれども、えー、この方はですね、えー、月々ですね、まあ、奨励金と言いますか。か学術奨励金と言いますかですね、で、5万ドルもらう。まあ、5万ドルでもいいですけれども、それから、えー、生活費としてですね、年間15万ドルもらうと。これすごいですよね。それからもっとすごいのは、1.5ミリオンって150万ドルをですね、もらった。これ150万ドル何なんでもらったかというと、何の対価かというと、 彼がハーバード大学に持っている実験研究施設と全く同じものをチャイナに作ると。で、これはその、あの、シャドーラボって言われてね、影の実験室。で、送付することによって、あの、どういう、彼がアメリカでやってる研究と全く同じことが、このチャイナでも、まあ、北京でなのかか、どこなのか知りませんが、ね、できるようになると。で、これはあの、完全にその知的所有権のですね、持ち出しになるわけです。 で、この先生は、問題はですね、えー、アメリカ政府から、アメリカ政府から補助金もらってるわけですよ、研究の。で、そういう人に関しては、外国の企業とか、外国からお金をもらう場合、研究資金もらう場合は、連邦政府に届け出なさいよ。それは義務であるにもかわらず、それをやらなかったということ。そういうことで、あの、捕ま、本当に逮捕されました。えー、えー、身柄確保されたわけですよね。 ということは、アメリカ人が税金払って一生懸命、えー、政府がですね、補助金出してやった研究。この成果がですね、全部チャイナに吸い上げられてしまうということで。そういうことを考えればですね、この150万ドルなんて安いもんだ。年間15万ドルの生活費も安いもんだ。月5万ドルのですね、この、まあ、研究奨励金というのか、そういうのもです、ね。まあ、これは60、で、年間だから60万ドルですよね。そうすると、15万ドルた成は75万ドル。 余分にこの人は、宝級の自分の大学の給料以外にもらえるわけですよ。そして、その、影の実験室を作ればですね、え、これはもうアメリカの情報が続けになってしまうようなものを作れば、これで、え、150万ドル。さらにもらえるということで、これはやっぱりお金の誘惑というのは大きかったんでしょうね。で、それで、まあ、捕まってしまったということなんですが、同じようなことはずいぶんやられてるわけです。 特に問題なのがこの影の実験室で、そういったものを作るとですね、アメリカが今最先端で何やってるか全部チャイナ側でも分かるわけですよね。まあ同じレベルまで行くことができる。だからそういったものを知的所有権というものを一切ですね、アメリカから盗んでいくということですね。それでもってまあ単にパテントとかそういう知恵を本来アメリカ国民の共有財産だろうものを盗まれるだけじゃない。 だから、一件だけで10億ドルの価値なのも盗まれるんだから、今どれ,どれぐらい今まで知的所有権を盗まれてきたかということです。実は日本も盗まれ放題で、例えば日本の新幹線のノウハウなんて全部盗まれてるわけですよね。それに対して日本人が気づいてないで怒ってない、それに対して対策を取ってないっていうことの方がはるかに問題である。ということです。 ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。コメントも大変励みになりますのでよろしくお願いします。それからもっと、もっと情報が欲しい人、もっと見たいっていう人は、あの有料の方のワールドフォーキャストをご覧ください。詳しくは概要欄に記載してございます。